皆さんこんにちは。今週もいつも通り南お姉さんのすごいを聞いて気合を入れたところで、ショータイムのプレミアム版の感想を語っていこうと思います。今週もしっかりかなちゃんの出番からスタートです。ショータイムのスタッフが視聴者の需要に応えてくれていますね。そしてショウジはニボと電話でかなちゃんの今後のことを話し、新しい母親が必要になってくるとアドバイスを受け、南お姉さんのことを真剣に考えます。見てください、この真剣な表情。おそらく父親として真面目にかなちゃんの将来のために何かの覚悟を決めたのでしょう。しかし庄司のことですから、単純に南お姉さんのあんなことやこんなことを思い出しているだけかもしれない可能性もあり、油断なりません。一方南お姉さんは庄司との仲がうまくいかないことに落ち込んでしまい、番組の収録でも失敗してしまう模様。しかしこんなお姉さんのドジな失敗は、それはそれで需要がありそうな気はします。そうして落ち込んでいるとタイミングよく庄司が登場します。もはやお姉さんを落とすために様子をうかがっていたとしか思えないタイミングです。そして庄司は改めてお姉さんに自分の気持ちを告白します。その際に差し出した手が明らかにお姉さんの手じゃない部位に向けて差し出されたことについては、あえて目をつぶりましょう。そしてめでたく2人は付き合うことに。南お姉さんはまずはお付き合いからですよと可愛く言ってて、とても微笑ましいのですが、それ以上のことをすでに複数回やっちゃってるというツッコミはなしでお願いします。でもここまで言葉にしたのですから、清い交際からスタートするのでしょう。我々もそれを応援すべきですと思っていたら、早速お姉さんの部屋に行って5秒後くらいには追っ始めちゃってました。この展開を見てこのアニメを思い出したのは私だけではないと思います。がっつきすぎですよとお姉さんに言われる、もう一切止まる気はない庄司。本当にかなちゃんのためなのか疑いたくなるレベルですが、我々としては応援したいところです。ここから先はプレミアム版のみになるため詳細は話せないのですが、今回は今までで一番野戦の描写が濃くラブラブな展開でした。今回は前回と違って何も阻むものがなくなった2人なので、思う存分野戦を観戦できます。庄司の無駄にかっこいい体に違和感を覚えつつも、南お姉さんのスタイルに骨抜きにされました。この手つなぎ本当に尊いです。さて次回はまた何かしらありそうなタイトルではありますが、庄司の襲撃により全て解決することは分かりきっていますので、我々は晴れて恋人になった2人を応援しつつ来週を待つようにしましょう。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。